僕、独り言増えたかな。そっか。Was haben wir denn bekommen? Thunfisch. Drücke A, um fortzufahren. Auffrischen plus 200. Es sieht vielleicht alt und oll aus, aber sein Inhalt ist noch gut. Es geht nichts über Nährstoffe, auch wenn sie nicht so lecker schmecken. Das ist Ansichtssache. Ah, jetzt habe ich einen Bogen bekommen. Angriff plus ein kleiner Bogen. Leicht in der Handhabung, aber nur von unbeeindruckender Stärke. Sollte bei starken Feinden nicht die erste Wahl sein. Zerrissenes Gemälde 2. Ah, schön. 私が通っていたバレエスクールの発表会の日。絶対来てねって言っておいたのに、マオは来なかった。私は舞台から目を凝らして客席の方ばかり気にしていたので、隣の子の足を引っ掛けて転ばせてしまうという失態をやらかした。すっかりしょげ込んで帰ってくると、家の前でマオが待っていた。マオ、なんで来てくれなかったの？私は駆け寄って、マオに詰め寄った。マオの返事は、うん、ちょっと、だった。ちょっとって何？それより見て、これ。と、マオは持っていた白いビニール袋の中身を見せた。それよりって何？月夜だけって言うんだ。暗闇で発光するんだよ。これの発光物質を調べて、釣り鐘草の遺伝子に組み込むことができれば。泥だらけの方を興奮で紅潮させて語るマオに、私は今までになく腹を立てた。私の発表会を不意にして、マオは谷までキノコを取りに行っていたのだ。私は手を振り上げて、マオの手からビニール袋を叩き落とした。それを見て、マオはとても悲しそうな顔をした。ほら、マオは私のことより、キノコの方が心配なのだ。マオなんか、キノコと結婚すればいい。バカみたい。キノコなんかに夢中になっちゃって。マオは私に付き合うのが面倒なんでしょ？植物は発表会見に来てなんて言わないし、マオをからかわないし、宿題しなさいって言わないし、マオの都合がいい時にちょっと世話すればいいんだもん。マオは人間が苦手だから植物に逃げてるだけなのよ。そんなのを将来の夢だなんて言って、私の真剣な夢と一緒にしないで！わかってる。発表会で失敗した鬱憤を、マオにぶつけただけだ。自分の夢がつまずいたからって、マオの夢を貶めるなんて、私は最低だ。けれど私は謝りたくなかった。マオをほっぽって家に飛び込み、自分の部屋に閉じこもった。部屋の壁の一番いい場所に、あの絵が貼ってある。ランプ草の花畑で、大人の私が踊っている絵。マオと私の夢が揃って実現した日を描いた、私の宝物。壁から剥がそうとしたら、画用紙が破けた。一瞬すごく後悔した。けれど、私は意地になっていて、二つに破けた画用紙をさらにビリビリに破いて、ゴミ。Du legst das Objekt weg. Jetzt war ich wieder mal zu schnell.Oh, ich hoffe, ich finde auch noch das letzte Gemälde, weil das interessiert mich jetzt dann doch schon ein bisschen, weil ich bin gespannt, wie das zwischen den beiden endet. Ich glaube, wahrscheinlich mal nicht gut. Also würde ich jetzt fast behaupten. Und ich vermute, wenn ich die Gemälde weiter, also wenn ich weiter sammle die Gemälde und die Geschichte vervollständige, bekomme ich vermutlich am Schluss das Bild von ihr und wie sie tanzt.Also gehe ich jetzt mal davon aus. Nächste Stufe erreicht, das ist schön. Ich muss alles gut absuchen, nicht dass ich irgendwas übersehe. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Oh Mann, jetzt habe ich diesen schwulen Bogen noch. Okay.Aber vielleicht brauche ich den Bogen. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Aber er nimmt voll viel Platz weg, der Bogen. Das ist voll krass. Ich muss jetzt gleich mal gucken, dass ich das irgendwie ein bisschen hier umsortiere. Das ist Hammer. Zerrissenes Gemälde 3.私が高熱を出したのは、マオと喧嘩をした日の夜のことだった。いろんな夢に唸されたことを断片的に覚えているけれど、どの夢の隅っこにも常に同じものがあった。自分で破いたあの絵だった。絵の中の私の足首のところがちょうどぶった切られていて、踊っている私には足がなかった。その絵は現実になった。 熱が下がっても、私の足には麻痺が残った。バレエで踊ることはもちろん、自力で歩くこともできなくなった。何週間も部屋で塞ぎ込んだ。マオが何度かお見舞いに来たが、会わなかった。そのうちにマオは来なくなった。しばらくして、車椅子で学校に復帰した。目線が低くなったので、 自分が幼い子供に逆戻りしてしまった気分だった。目に映る何もかもが以前と変わっていた。学校の校舎は私を押しつぶそうとする灰色の巨人だった。友達は私に親切にしてくれたけれど、みんなが私を見下し、嘲笑っているような気がした。私はあまり顔を上げなくなった。学校でマオと行き合っても、目を合わせなくなった。 病気が私から全てを奪っていった。プリマドンナになる夢も、周りを元気にすると褒められた笑顔も、マオも、車椅子に頼りながらも、私はみんなと同じように学校に通った。持ち前の負けん気で勉強も頑張ったし、給食ももりもり食べたし、委員会の仕事も率先してやった。やがて私は以前のような笑顔を取り戻した。 新たな夢も見つけていた。スポーツ競技のカメラマンになるっていう夢だ。これなら車椅子でも楽しめるだろうと、父がカメラを買ってくれたのがきっかけだった。病気で失ったもののうち、ただ一つ、取り戻すことができないでいるものがあった。マオとは、あれ以来疎遠になったままだった。マオに対する不満や憤りの感情は、とっくに消えていたけれど、 以前のように話すきっかけがなかなかなかった。中庭の花壇の世話をしているマオの姿を、私はよく、校舎の窓から眺めた。この頃の私は、前よりもマオのことがわかるようになっていた。不思議なことだけれど、近くにいた時よりも、遠くから見るようになってからの方が、よくわかるようになった。私が思っていたよりも、植物はずっとデリケートで、 気まぐれな性格をしていて、ちょっと世話を怠ると、すぐに機嫌を損ねる。声に出して喋らない分、腰を据えて彼らの様子を観察し、彼らの要求を汲み取らねばならない。お水は足りているの？肥料は？調子の悪いところはないの？順調に育っているの？マオはいつも、根気よく植物たちの面倒を見ていた。元気のない株があれば、 土を入れ替えたり、添え木をしたりして、夕方遅くまで残っていることがあった。心ない生徒に踏みにじられた花の前にしゃがんで、長いことうつむいていたこともあった。他の生徒たちが大声ではしゃぎ合っている間、誰も気に留めない植物たちの声なき声に、マオだけが耳を傾けていた。うん。 Interessant. Ich frage mich, vermute mal, dass da noch eine vierte Zeichnung existiert. Zumindest gehe ich davon stark aus. Boah, damit habe ich aber nur... Ich kann in so einem Spiel nicht mit Bogen umgehen, also nicht mit der Wii-Fernbedienung.
Habe ich abgespeichert? Ich weiß es nicht. Egal. Okay, ein Teil fehlt uns noch, vermute ich jetzt mal stark. Also ein Gemälde. Wow. Komm schon, triff endlich. Yes. Hier war es schon drin. Glaube ich zumindest. Okay. Ist das das Dach? Ja. Ja, das ist das Dach. Ah, da ist auch das Riesenrad. Mhm. Vielleicht ist hier irgendwo noch was Brauchbares. Ich muss nur Ausschau halten nach Glühwürmchen. Obwohl, die sieht man hier draußen ziemlich schlecht. Und irgendwo höre ich einen Raben. Ah, oh, das sind wahrscheinlich sowas wie diese komischen Tauben. Heißt, ja, wie die Tauben halt. Die Tauben sind die Tauben. Ich mag Tauben ja schon so im normalen Leben nicht. Obwohl, ich bin sowieso nicht so der Vogelfan. Aber Tauben irgendwie, ich weiß nicht, sind nicht gerade so mein Fall. Du hast ein rätselhaftes Objekt erhalten. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Na, ich vermisse Kuro. Also, vielleicht gibt es ein Hotel Überlebende. Ja, toll. Kann ich da nicht rein? Nee, anscheinend nicht. Obwohl die Tür offen steht, das ist irgendwie sinnlos. Nein, mit euch gebe ich mich nicht ab. Ihr seid alle doof. Vögel sind in diesem Spiel immer doof. Und die sind wahrscheinlich noch krasser als die blöden Tauben. Dann gibt es ja jetzt nur noch einen Weg. Den da durch. Und da links ist ja, glaube ich, auch noch eine Tür oder ein Gang. Es hört sich an, als würde es lauter werden. Gut, dann gehe ich erst nochmal hier hinten durch. Geht nicht. Also vorne am Haupteingang rein. Irgendwo hier, genau. Hier. Ach nee, hier habe ich ja schon geschaut, ob hier irgendwo was liegt. Ah, hier liegt auch noch was, ein rätselhaftes Objekt. Es ist fest, okay, dann halt nicht. Ja, ich komme der Stimme näher, aber ich werde die wahrscheinlich erst finden, wenn ich da durch den Gang laufe. Aber ich will wieder erst die Tasche ausleeren. Weil ich hoffe, dass das letzte Gemäldestück jetzt dabei war. Ja? Vaters Ring, Erinnerung lesen. Na, omae. Konya wa mushou ni omae to hanashi ga shitai kibun da yo. Okashii daro? Ato 1 nichi mo sureba
私もお前と同じ場所に行けるはずなのにな。今日私たちの息子が結婚するよ。相手はあのバカにはもったいないくらい気立てがいいお嬢さんだ。やっぱり親子だな。彼女は少し雰囲気がお前に似ているよ。二人とも幸せそうだ。こんな状況だというのに私はダメな親父だな。こんな理不尽が許されるのか。あの二人はこれからじゃないか。やっと手に入れた幸せがこんな風に奪われなければならないなどと納得できるわけがない。ああ、わかってる。それでも私は二人を祝福してやらなければならない。この結婚に立ち会っておめでとうと言えるのは私だけなんだ。わかってる。わかってはいるんだ。だがそれでもなあ、聞いているか。お前なら、お前が生きていたら笑って二人の門出を祝うことができたんだろうか。 Okay. Das ist wohl dann wieder die Storyline mit dem Vater, aber mittlerweile blicke ich doch nicht mehr so ganz durch. Ich glaube, meine Theorie war dann doch nicht so ganz richtig. おいおい、しっかり頼むよ、親父。待て、そもそも私は神父でも牧師でもないんだ。多少慣れなくったって。ダメだ、最初からやり直そう。大丈夫です。もっとシンプルにしましょう。せっかく私たちだけの式なんですから。それもそうだな。よし、親父、俺は彼女を妻として生涯愛し続けるって誓うよ。私も誓います。ああ、それじゃ誓いのキスだろ。それくらい分かってる。その笑顔につられて思わず私の頬が緩んだ。なんだ、笑うのがこんなに簡単なことだとは。今このひとときの幸福に比べれば明日の不安はさじに過ぎないとすら思えるほどのきらめきがここにはある。私は今ただただ心からこの幸せを分かち合いたい。その少し先にたとえ避けられない終わりが迫っているとしても。ありがとう、親父。ありがとうございます。おめでとう、本当におめでとう。あは。Ich steig immer noch nicht durch. Ich ist zu hoch für mich. Okay, nichtsdestotrotz mache ich hier Schluss. Und das war jetzt mehr eine reine Erzähler-Storyline-Part-Aufnahme, wie wir auch immer es nennen wollen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und macht's gut. Tschüss.